徳さん、眠なるの天気じゃ。ちょっと質問していいですか。どうした。徳さんが車椅子生活なんだって実感した時に、一番初めに頭の中で思い浮かべたことって何ですか。徳さんが車椅子になった言って意識したのは、まあ、ICU で動けるようにちょっとなった頃かの、あの時に車椅子、まだ大きなリクライニングの車椅子だったんだけど、あれに乗せてもらったんじゃ、あの時に自分がこの大きな鏡に映っとる自分を見て、ああ車椅子になったんじゃのって思った。散歩できるようになっても車椅子を漕ぐことができないから、自分の思うとこに行かれんじゃろう。それがやっぱり辛かったよな。自分で少し漕げるようになってもまっすぐ進まんのよ。でいろんなところにぶつかるんよ。やっぱりその時に悲しかったし涙も出たけど、もうなんとかまっすぐ進みたいのって思うて、いろんなリハビリをして今があるんじゃ。やけ時間はかかるけど、あの時に思ったことがネガティブな方に行くんじゃのうて、ポジティブな方に自分を変えていったけ今があるんかのと思うの。ありがとうございます。深い話やがの。そうですね、ありがとうございます。はいよ。